として、その都市とか建築ってキーワードが機能するんじゃないかっていうのは、監視空間も、監視空間のワールドは100万人の中かもしれないけども、広がってる空間自体はもう一桁上の空間で広がってるわけで、いや全くそうなんだと思いますけど、ね、はい、そこに対してアプローチするんだって意思が100万人の内側にないといかんのじゃないかなと、うん、ちょっと思ったりするんだけどダメかな。でもそれだとでもなんかほとんどなんか別にネットだろうがリアルのパーティーだろうが都市だろうが、うん、普通の話か、まあいやだから意思持ってるやつがいるっていうのはいいと思うんですけど、なんて言えばいいのかな、うん、でもほとんど普通の今むしろネット界隈に向けられてる疑惑っていうのは我々がじゃなくてですよ、外から見られてるのはネットって本当そういう創造性あるのかよってことなんですよね、うん、逆に言うとそういうハブ的機能とか、ね、アーバン的なアーバンコンピューティングっていう単語は、まあ、大体 IT 系だとその都市の中にコンピューターを埋め込まれている意味なんですけど、そうじゃないんですよね。そうじゃなくてコンピューティングの世界にアーバリズムを、まあ、持ち込むっていう情報環境の中に都市性をいかに作れるかっていう本当は問題意識なんですね。いやでも関心空間の前田さん の, あ の, その赤い本の中でもおっしゃってたのは、そのつまりパーティー会場の今までの機能にもうちょっとオーキュメンテッドしてるってことなんだっていう説明され方されてて、だからパーティー会場ってなんかその自分が読んだ本棚のとこをちょってパーティー会場に登場してるようなもんで、そうすると話しかけやすいだろうと、普通社交術とかでなんかちょっと現代芸術とか知ってないと喋れないようなところにもう少しその敷居を下げてって言ったんですけど、もうちょっとその意外なリンクが生み出しやすいような環境を作るっていうのが関心空間なんだとおっしゃってて、すごく感銘を受けた記憶があって、でその後ブログも来て、あ本当にそうだなと思ってっていうのが僕の実はネットワーク経験の出発点だったので、で今でツイッターとかもフェイスブックももちろんそういうとこあると思うんですよ、個別にはね、ただ問題はそういうのをいかにこうもっと増幅するっていうか絶やさないというか、でそれは結局民主制にしても何にしても全部経済にしても、アートにしても建築にしても何でも絶対関係あるはずなので、まあ、そういうのはで本当はでそういうのを可能にする、まあ、ID とかコミュニティの体系とかを考えるところが、まあ、一応テーマになるなりうるべきだとは思うんですが、ってことですよね一応それで、個人的にはそこで、ネットを残さなくてもいいかなとは思ってるんで、はネットじゃなくてもいい、正面ネットじゃなくてもいい、いや別にネットじゃなくてもいいですよ、別にネットじゃなくてもいいんですけど、いやまあネットと、まあ、プラスリアルの時になってもいいんですが、まあ、そこはでも議論分けた方がいいのかもしれない。いや、つながってるでしょ。つながってるし、同じなんだけども、直近の目標がそのコンピューティングとかネットのエンパワーなのか、戦略として現実空間に引き戻すっていうのが必須なのか、まあ、あるいは AR もなんか言いたいぐらい。問題なのはその引き戻したい現実空間が逆にそのアーバリズムを失っているはい、まあ、まあ一個問題です。それは、都市じゃなくなっても、そう、その特集の回を別の回でやりたいんだけど。別に。次回とか。次回のテーマ。これがそうだね。でも、まあ、そうですね。アーバリズムの復元みたいなものが、でもこれはでも。僕の中に街歩きしなくなっただけって可能性もあるんだけども、いやそうそう、これは年齢の問題でもあるんですよ、なくなったっていう。いやでもこれ、ね、その発言危険ですよ、今この目から見るとおじさん皆さん先輩いやだから僕も最近そうなり始めてて心のアーバリズムっていうか、心のアーバリズムが違う、結構どうでもよくなってきてる自分が感じるんですよ、つまり新しいものとかもういっかなみたいな、もう俺建築とかアートとか興味ない人が結構多くて、こんな呼ばれるので、ね、この1年ぐらい、なるほどね、勉強するんですけど、初めは面白いんですよ、おこれもあるんで急いでやると面白いじゃんね、もう恥ずかしいお話なんですけど、だんだんなんかうんざりしてきて、これ興味ないわみたいな、コメントしてくれる、そうそうそうでしょ、だからこれはこの差は10年間好きだったそのにわかの差なんですよ、まあ、ネット風に言うと、にわかの俺にはかなわない、変わんない、いやと思うじゃないですか、いやでも結局僕の中ではなんかやっぱこの変な新鮮なこう、いやとかこれも難しい、セレンディピティというか、セレンディピティ的にハブがつながるのは初回だけなんですよ、2回目、3回目になるとなんかもううんざりしてくるみたいな問題もあって、それ、まあ、言った方がいい
いやでも言うと、いや別に 言わなくてもいいんですけど、なんかね、終わんなくなっちゃったじゃん、さっき綺麗にまとまってたのに。また15日のみたいな。続きは、これはね、もうちょっと続きは。いやいや、今ので終わりなんです。だからまあ、結構、うん、なんか俺のやっぱ好きなことやるかなとか、そこからむしろ内発していくんじゃないかみたいな、謎の、これもある種の、まあ、分かりやすいパターンの反復ですけど、うん、とかも思ってきてはいますね。なんか俺とも結構アウトドア派だったなと最近思い出したそうなんだ、意外に、まあ、ネットとか好きなのにバイクもまあ好きだし、うん、昔僕シーナもオートとか大好きあ、そうなのなぜかっていうと、いやそう、野口さんのね、あの、ユーボンガーのやつとかあ旅番組とかそもそも昔から大好きで、うん、なんか好きな、よく見てる番組でよく旅番組ばっかじゃんみたいな、相乗りとかすごい、最近は世界取り上がっちゃうそうそうそう、そう大好きだし、あれ俺あれだネットじゃないみたいな。でもまあネットじゃないってことなくて、まあ、ちょっとなんかユーストリームツーリングとかやろうかなみたいな。謎の関心とか。あ、YouTube でツーリングした。そう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 、そういうなんかそういうが生まれてきてます、ね。なんかそうなりますよね。私もだってね、ずっとパソコンの前にいて、なんかどこにも行けない状態から、もうこうッともね、だって日々中4日間登ってる間なんてパソコン作業ないですよね。なんだけど、例えばそのなんかクスコに行ったら、なんかツイッターをしてみるわけじゃないですか。でそうするとなんか誰も一人も知らないのに、なんか僕今クスコにいるから来るとかいう人がツイッターで来るとか。そう、なんかこういうイベントあるよとかっていうのがネット経由で来るから、なんか吸ってるんだけど、なんかいいところは使うっていうのはあるし、あともう一つ、そのちょっとさっきの前田さんの話に、かかるかもしれないんですけど、あの名前忘れちゃったんですけど、AR であの人の顔認識をして、その人のFacebook とか Twitter とか全部をふにゅふにゅふにゅって出してくれる、要は私すっごい記憶がくあまりよくないので、その人の顔を認識してで その人の情報を出してくれるっていうのは素晴らしいと思うわけですよね。それをできれば私は、網膜投影か、もしくはそのなんか要はその人に向けて iPhone 出すなんて失礼じゃないですかなんでやってるって分かんないようにここについてるか網膜に入ってるかどっちかにしてほしいと思っていて、そうするとなんかそれその状態でそのリア充になってね、全然外を歩いてて、でもなんか人を見たりとか物を見たり、まあ、ちょっとあのなんだっけ、AR のなんだっけ、はい、アニメ最近電の声ですか、電の声の後にあったすごい東の絵で東の絵のあれエレキータに似てるような状態を自分の網膜に入れられるわけですよ。物を見たらそれがないかってわかるし、なんか人を見たらそれがないかってわかるっていうのが結構ね欲しいなと思って。リアルタイムの議事録 NG なんか文字工システムもそうやってやれば明日困る。ああそうですよね、うん、でもねリアルタイムの議事ってやっぱ昨日なんだっけ、芦田先生のユースを見てた人が、Google ドックであのリアルタイムで議事録を書いていて、でそれ一人でやってるのかなと思ったらそれを見に行ったらなんか私も書けるわけですよ。だからみんなでその議事録をあの Google ドックでガーッと書けるっていうのをね昨日の夜やってましたよね、うん、だからチャリでやるのが多いけど、うん、共有したいです。そうですよね、もうなんかその話よ、その話、うん、それを発信できるようなやつを明日までに作ってほしい。もう直面12時間で寝ないで作ないですよ。でもそんなデスマッチやライブとかね、イベント中に私時々やるわけですよ。で、喋ってる最中に保存してそれを交換にしておくと、どん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 私はまあ聞きながら書いていって写真も撮って入れて、でもなんか今はライブでリテラシーがいそうね、年齢層そうですね、年配の人だとか、あともう一つさっき思いついたのは、テクノラティというブロックエンサーフレームを作ってたわけですよ、はい、そうするとあのどれだけリンクをされてるかによって、まあ、その人のオーソリティ、認定のオーソリティが上がり、コンテンツもそのいっぱいブログでリンクされているアマゾンの本とか CD とかどれがポピュラーかっていうのはそのリンクのブログにどれだけリンクされているかっていうのでやっていくわけですよ。そうするとなんかすごいポピュラーなものだけガンガン上がっていっちゃうので、結局つまんないよねとか検索結果もなんかその有名ブログばっかり出てきちゃうからつまんないよねってなるわけです。そうすると今度はフェイブリッツっていう機能を作ったんですね。それは何かっていうと自分のまあだからツイッターのフォロワーと同じような感じ、自分がいいと思う人だけフェイブリッツに入れていくんですよ。そうすると自分がいいと思うものだけの中で検索できる、だからいいものだけ出てきてなんかまあその検索もできるっていう風になんかやっぱりその進化していくっていうのがあって、でも今はそれがなんかツイッターのフォローをしている人を そういう風
しておけば、なんかフォローしている人たちが面白い情報を持ってくるものだけフィルターしちゃえばいいやっていうふうになってきてるので、はい、なんかそれでいいのかなっていう気もしてるんですけど。